ペーザロエウルビーノ県プロビンチョディッペサロイーアービーノ、ペーザロエウルビーノ県は、イタリア共和国マルケ州に属する県の一つ。ペーザロとウルビーノが共に県都とされる。最大の都市はペーザロ、ペーザロエウルビーノ県外略図、ペーザロエウルビーノ県の地性マルケ州最北部に位置する県で、東にアドリア海に面し、北にエミリアロマーニャ州及び、サンマリノ共和国、西に、 ウンブリア州及びトスカーナ州と接する。隣接する国、県は以下の通り。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口6000人以上の都市、集落は以下の通り。うちは所属コムネ名を示すが都市名と同一の場合は省いた。ウルビーノ広告中世にはウルビーノを中心とするウルビーノ広告が 周辺一帯を収めていた。ウルビーノ広告は1523年にペーザロニトを移した。1631年、ウルビーノ広告は強行領に編入され、その一行政区となった。1816年、強行国家が行政区画を再編した際、ウルビーノへペーザロ管区が置かれた。1860年のイタリア統一に際し、ペーザロへウルビーノ県が設置された。 2009年に、カステルデルチ、マイオーロ、ノバフェルトリア、ペンナビディ、サンレイを、サンター型フェルトリア、タラメロの7コムーネが、エミリア・ロマーニャ州リミニ県所属に移された。ペーザロエ・ウルビーノ県のコムーネペーザロエ、ウルビーノ県には54のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り、左端の数字は、ISTAT コードを示す。 人口は2017年1月1日現在、21世紀に入って、以降、以下のコムーネ島配合が行われている。2014年発足2017年発足広域行政組織である、山岳部共同体としては、以下がある。ウルビーノのドゥオーモとドゥカーレ宮殿圏には、世界遺産が一つある。州内で、唯一の DOP 認証を受けているチーズ、カショッタ・ドゥルビーノがある。 県内に本拠を置くプロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在、高速道路主要な国道をおにむね北及び西を優先し、通過点もしくはその近傍の地名を示す。内和県外、ゼネラルアビエーションの空港がファーノにある。ありがとうございます。